皆さんこんばんは。ただいまここ厚木に来てます。埼玉からずっと下道を通っていました。というのも、かなり時間帯的に空いてたもんで、高速を使うよりかは少し効率がいいかなという感じがありました。今からですね、目的地である香川県でうどん巡りをして銭形砂へ、そして徳島では徳島ラーメンを食べるというそんな旅を、車中泊しながら、行きたいと思っています。車中泊って言われても、宿を取ればいいんじゃないかっていう話もありますが、ね、せっかくの新車なので、ただいまの時間はこの車を宿代わりにしながら行きたいと思っています。ただいまですね、はい、高速東名道を入って、行きました。早朝には四国のに到着したいところなんですが、さすがに疲れました。ここで少し休憩を取っていきます。その前に、この通り、寝る準備をいたします。で、そこではそんなに長く休むつもりはありませんが、まず一部だけお見せします。もう用意した車中泊用のマットです。ここですぐ寝たいければこうやってすぐ寝るようなことができます。もう買った当初から後部座席のところにトレーがついております。このようにですね、トレーにはドリンクホルダーが2つついておりまして、飲みながら食べながら運転してもいいですが、こう利用していく手はないと思い、後ろの方で食事を取ることにしました。この車はですね、まず買ってから1ヶ月ぐらいしか経ってないんです。後部座席とかいろんなものを使わないとなんだかもったいないっていう気もしまして、このように後ろで食事をとっていきます。どちらにしてもですね、ちょっと休憩はしとかないと事故にもつながります。実際の道路標識を確認し、逆走にご注意ください。ただいま0時55分です。浜名湖に到着しました。真っ暗で見えませんが、今映し出せている場所はちょうど浜名湖にあたります。
これ目の前に日の出とか初日の出を見るスポットでもあります。ちなみにここの日の出はですね7時ぐらいになります。ちょっと結局あそこから撮ったんだ。ここまで来ちゃった。また立ち入り禁止となってるけど、まあ大丈夫、これ以上越えないから。あ、これぐらいだったら少し見えるか。はい、まあ東名走ってると、まあ必ずって言ったぐらいここ降りるよね。高速バスもマイカーの時も景色いいですからね、ただいま戻ってきました。ちょっと外からの光があって、ちょっと少しは眩しいというか少し明るい方なんですが、ちょっとこれ車中泊のアイテム、ランタンでございます。これですね、普通のカーショップで買ったものなのでです。はい、これやるとどれだけ、あ、眩しい。はい、こんだけ明るくなります。だから車の電気さえつけなくたってもこれ一つさえあれば結構ね、何もいらないっていうところです。ただちょっとまだぶら下げるところちょっとまだ決めてないのでね、とりあえず、はい、まあこうやって持っているわけにはいかないので、はい、そのうち決めます。じゃあそこそこ休めたので、これから、出発します。浜松出発。この先合流があります。ご注意ください。走行速度にご注意ください。
朝からさぬきうどんを食べたい予定だったんですが、腹の虫にはなかなか勝てません。なのでここで買ったちりめん弁当を食べていきます。ほとんどコンビニであるようなお弁当なんですが、まあこれはこれでまたうまいものです。これじゃこ弁当って言いますね。淡路のサービスエリアもかなり綺麗になっております。ここでも誘惑に負けるぐらいのお土産売り場とかもありました。でですね、ちょっと腹の、虫にはちょっとかなわないので、さっきちょっと弁当食べていたんですが、実際の道路標識を確認し逆走にご注意ください。徳島もこんなに、距離があったと思わなかったです。まあ90キロですからね、ちょっと意外に、遠く感じました。まあ車購入したといっても、まあこのままだったら新幹線やら行った方が良かったかなとか思ったりしますが、とりあえず決めたことは最後までなるべくやります。走行速度にご注意ください。せめて徳島ラーメン、さぬきうどん、銭形砂絵、この3つだけは外せないので、それ終わるまでは帰れませんです。さあ気を取り直してレッツゴあたりで、わずかながら渦潮が見れました。
おしゃれですよ。いや、おしゃれです。嘘をついてる目をしてるんですよ。そんなところからまずこの店を選びました。関東地元にも讃岐うどんのチェーン店はありまして見慣れたものですが、ここ天ぷらやら価格がすごい安いんですね。ここの店はセルフの店ですので、揚げ玉やネギを入れたり、かけうどん系なんかは自分で茹でたりおつゆを入れるタイプです。これから何軒もうどん屋を寄るので、まず軽めに、一杯から頼みました。このちくわ天、顔の大きさ並みにあって、大概の普通の人でしたらこれ2本ぐらい食えば、まあお腹いっぱいになりそうなこんな量です。でもう一つの天ぷら紹介してなかったんですけど、鶏天っていうやつです。この鶏天がですね、はい、ものすごく重くてボリュームアップ、顔の大きさぐらいのものがありました。ちょっとね、これちょっと大きさを比べさせて、とにかく大きい。当然味もうまいです。ちくわ天あれで100円とはめっちゃ安い。今度入る店は色のような感じで、店の名前はキリンと言います。ここもどういう店かまだわからないんですが、もう8時から開いています。ちょっと店の雰囲気とメニューのデザインから見ると、同じ系列のお店に入ってしまったようです。ここも同じセルフのようです。せっかくのセルフなので、かけうどん2玉で頼みました。でまずこれセルフ、これ自分でお湯で湯がいていきます。でお湯を切ります。よどんぼりにやって、はい、隣の、はい、これつゆを自分でかけるタイプなんです。めんどくさい人はセルフの店は控えた方がいいと思います。一般のお店か
製麺店行った方がよろしいかと思います。この通り揚げ玉とかネギとかいっぱいありますから、うん、この通りさっきの店と全く一緒です。かけうどんの値段、ちょっとチェックしてなかったんですけど320円でした。はい、3店舗目行きました。セルフ店でございます。ご覧のように揚げ玉、ネギだ、わかめも自分でよそっていくタイプです。このようにおつゆとお湯が、こうセットになっております。しかし釜玉うどんを頼んだんですが、ここのお店はお店の人がこう茹でてくれていただきます。で、天ぷらはこれ穴子天です。穴子天はかなり長くてこれで150円という金額でございます。ちょっとかき回していきますか。すいません、ちょっとカメラとかなりずれておりまして見にくくなって申し訳ございませんでした。後で知りました。ちょっとカメラを持ちながらちょっと混ぜてるんで、生卵と散々絡めた後でこうがっついております。ここのうどんも結構卵と相性すごく抜群です。最初に行った店舗と比べてちくわ店もそうですが、この穴子店もこれで150円ですからかなりお買い得です。まあ うどん食べに来たんですが、なんか天ぷら食べにここに来たようなものですね。お腹膨れたところで休憩がてらに栗林公園へ向かいます。今走ってる電車は琴平電鉄でございます。車両は元京急で使われた車両です。これで4店舗目なんですけど、大概さぬきうどんの店にはこういったミニ丼やら、おでんとか、まあ、いっぱいありますが、時間と兼ねて、ちょっとおでんとそのミニ丼はちょっと避けていた、きたいところです。まあ、この天ぷらも結構美味しいんですけどね。結局エビ天と、おろし醤油丼を頼んでしまいました。ここの製麺所のうどんはコシがあって多少硬い方が、まあ、自分と個人的には好みです。はい、やっぱ関東でいうとさぬきうどん、つまり丸亀製麺やら、花丸うどんなどとはちょっと違いがありますね。あ、もちろんこの
ね、四国にも丸亀製麺や花丸うどんは存在しております。このエビ天もこれで150円なんですから結構安い方です。エビ天単独で頼むとだいたい200円ぐらいするものですが、ここのエビ天150円です。四国って結構安いようですね。はい、今度はこの日の出うどんです。ここ製麺所になりますが、ここの店入っていきます。はい、ちょっと残念なことに外食は1時間だけの営業でした。ただ販売だけはずっとやってるそうですので、とりあえず買っていきました。はい、ここは何でしょうか。それは後で答えを見せます。とりあえずここはあるところから見ないとはっきりわからないところです。さっき似た場所はこれです。銭形砂絵と言います。これをずっと見つけると一生お金に困らないという説があります。これからですね、祖谷温泉というところへ行きます。この祖谷温泉まで行くのにかなりの山道っていうか、これぐにゃぐにゃとした道行きます。これで4トン車通れるらしいっていうことを後で話し聞きました。はい、高速のサービスエリアで特殊なマラーメンがあったので、ここで食べていきます。別に卵を生卵があります。これを割ってですね、生卵を混ぜて食べるものです。まずは生卵を入れる前にそのまま普通に食べています。スープは濃厚で、麺は品そばで使う麺を使っております。で、ここからですね、生卵をこう混ぜてですね、こうかき回して、いっていきます。さっきはすごい味が濃かったんですが、生卵を入れることによって味がまろやかになって、2つの味が楽しめるっていうものです。ただいまですね、徳島の中心街に入っております。ちょうど徳島駅前にある夜明けという徳島ラーメンの、お店に入ります。夜明けというラーメン屋は肉の方がですね、豚バラとチャーシューを選べれるわけですが、とりあえず豚バラの方が美味しそうだったので豚バラの方を選んでいきました。真ん中にもやしで、生卵は別売りでこれ50円で
頼まないと持ってきてくれません。向こうは聞いてくれません、早速食べてみます。まず簡単にこの豚バラから食ってみます。結構味が染み込んできて、結構美味しいです。ちょっともやしとちょっと絡むから、ちょっともやしなのか麺なのか見た感じではちょっとよく分かりませんね。スープはですね、豚骨醤油ベースを使っておりますので、濃厚な味を好みの方はいいかもしれません。さっきと同じように、濃厚でさもありますが、まろやかさもあって美味しかったです。カーテンを取り付けるわけですが、結構大苦戦しております。まあ昼間のうちにちょっと余裕に練習すればいいんですが、練習するのがあんまり好きじゃないので、いつもやるときはぶっつけ本番のパターンが多いのが自分の悪い癖です。しかし今の状態は何かに触れたらカーテンが落ちる仕組みになっております。別に罠ではありません。ランタンでは不十分だったため、つい車のランプをつけました。で、物をゴソゴソしております。まあお土産とか結構買いまくったんで、今中ごちゃごちゃしてるんです。前もって分けておけばいいなと思っています。で、別のカーテンを持ってきています。で、そこの迷彩風とかの太陽光を防ぐやつです、ね、ね、まあここだけちょっと見えますが、ちょっとこれで、はい、マジックテープがあったので、これちょっと取り付けてなんとか目隠しを完了させます。まあこの作業に何十分もちょっとかかっちゃったんです。あとでこんな感じですね、まあ、そうです。この日ちょっと曇ってますが、はい、雨降ってました。またなんか工夫しなきゃいけねえなと思うところがありますので、はい、今日は一杯ここで、過ごします。